まだ早いです。また起きてきたね。ちょっと寝ちゃってください。はい、俺私も寝ちゃうでやろ、まだ。そうか、俺ら寝ちゃうきます。うん。私もおかしなってしますよね。おかしなったね。どうしてやこれ。どうしてって言われても、もう自分の頭はおかしいよ。おかしいね。うん。なあ、帰らな悪かろ。帰らなってどこに帰りますか。ここ、どこかい。ここはうちです。なら帰ばないね。帰り場はないって、帰らんでいいやろ。ここ乗らせてもらっていいか。はい、どうぞ。なまだ早いきね、ちょっと増え。そうそう、寝ちょってください。私もまだ寝てますから。はい。まあ、うん、すみません、私はまるでわからんもんだし。わからんもんなったね。なら、まあ、乗らせてもらおう、ちょっと。うん。帰ったしな、帰る場がわからん。帰ったって帰る必要ないよ。そうか。うん。すみません、ほんならいいですか。まあ、ちょっとまた寝ちゃおうかな。うん、寝ちゃってください。まあ、迷惑かけます。はい、お願いします。ありがとう。はい。はい、座って。ありがとう。はい。ちょっとまだ5時やから寝ちゃってよ。はい。まだ早いよ。はい、はい、よし。はい、まだちょっと寝ててください。はい、朝になったら起こします。はい、ここはいいんですか。ここはうちです。わからん。わからんか。わからんくなったね。わからん。ここはうちですよ。どこへ。はい。まあ。はい、安心して寝ててください。はい、ありがとう。朝になったら起こします。お塩をかけます。はい、電気消します。はい。はい。勝手じゃないですよ。そうか。ここはうちですよ。ここ乗っていいかな。いいですよ。おかしいわ、わからん。おかしいね。おかしいです、高江さん。おかしい。なんかどうしたらいいやろうか。何もしなくてよいです。ここにおるちゅうわけにはいかんとやろ。いや、いいですよ。ここは家ですから。そうかい。はい。わからん。わからんね。まるでわからん。まるでわからん。うん。ここは高谷さんの家です。そうかい。はい。ずーっと長年暮らしてきた家です。そうかい。何十年って。なあ。自分の家がわからないね。わからん。ね。わからん。はい、私は誰ですか。誰やしろか。名前や、名前や。私は誰ですか。顔は覚えちゃう。顔は覚えちゃう。うん。私は息子です。そうかい。はい。ごめんねよ。大体わからんごらんし。いや、いいですよ。そのうち思い出しますから。はい。さあ、うん、今日は お墓をまたコンクリートをしに行こうかな。お墓をすぐやったらな、悪いか。うん、草が生えないようにしてます。そうかい。じゃあ、顔を洗って着替えてご飯。はい、うちです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、お墓の方の周りのコンクリートの施工も順調にいっております。で、今ちょっと材料がなくなったので、セメントと砂をホームセンターに買いに行きます。はい、そして今母は車椅子をレンタルで使ってるんですけど、車椅子をほとんど使わないので、今からあのレンタルの会社に返却に行きます。昨日あのケアマネージャーと相談した結果、もう返していいよということで返しに行くことにします。はい、はい、ありがとう、ありがとう。はい、こんくらい苗が大きくなってきました。はい。立派な牛植えじゃん。立派なつね。だいぶ苗が、はい、だいぶこうちょっとずつ大きくなってきた。
苗がほら大きくなってきたよ。大きくなってね。今、うん、歯医者さん。歯医者。うん。歯医者さんに配達に行って、それからレンタルの会社に行って車椅子を返却します。そして帰りにホームセンターに行ってセメントと砂を購入します。はい、はい、歯医者さん到着。ちょっと待っちゃったよ。待っちゃったよ。はい、行ってきます。はい、じいさんはここになっちゃらん。じいさんは乗っちゃらんよ。うん、じいさんはもうお墓に入っちゃう。そうかい。はい、まあ、もう3年前に亡くなったよ。そうかい。覚えてらんと。覚えてらん。相変わらず覚えてないです。はい、はい、車椅子のレンタル料が月額580円だったかな。1割負担で、なんかそんな感じだったと思います。必要ないものはやっぱり返却して、少しでも節約して、あの無駄な社会保障費を少しでも抑えた方が若い人たちにとっても負担が少なくいいと思います。はい、ありがとう。はい、ここレンタル会社。ちょっと待っとってよ。はい、はい、返してきました。すんなり返、すんなりいいですよって言ってから、事前に連絡してなかったんですけど、いきなりでいきなり返却してきました。はい、じゃあセメント買い行きます。よしさんもおらんばい。じいさんかい。じいさんもあんた亡くなってる。そうかい。お墓に入っちゃう。そうかい。うん、なつまらん。いつもお墓に行ってから手を合わせよりやんが。そうかい。俺が今最近お墓をセメント工事してるから連れて行くよりやん。そうかい。はい、舞台こぼえ。こぼえんかい。あ、もうボケちゃうきね。ボケちゃうきね。つまらんば、もう何もしきらん。やっぱ自分でボケちゃうのがわかる。わかる。おかしなあるきね。自分でわかる。わかる。ボケちゃう。わかるお前。わかる。おかしいもん、できんもん、わからんもん、何も。わからん。うん。ねえ。もう仕事つかんばい、これいつください。はい、ありがとうございます。はい、まただいぶできたやろ。ああ、いっぱいになってね。ね、はい。こんな感じで今、できております。もうちょいです。墓ができたね。ありがとう。はい、だいぶできました。あ、立派なお墓。もったいない。もったいない。はい、でもいいじゃん、まーちゃん。もうあと少ししたら入られるよ。よかったね。あ、ありがとう。はい、7割ぐらいできました、はい、仕事の合間にやってるのでなかなか進みません。今お手梅雨で雨も結構降るので、その合間にやってます。 ありがとう。はい、立派にできました。はい、あ、お墓に気に帰る。よかったね。ありがとう。はい、ようやくここまで終わりました。あとはこのお墓の前ですね。今日お墓の前、ここをコンクリしたいと思います。
そしてこの右側、この右側ですね、こちら側もコンクリしたいと思います。もうちょっと疲れたのでいい加減にこの辺で終わりたいと思います。まっちゃんだいぶできたやろ。いや立派になった ね。ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとう。はい、ありがとうございました。